だけど実は今はあっちゃん調子いいよね、うん、あっちゃん調子いいですね。ちょっと調子いいよね、うん、座り方はちょっとこんなだけど、ね、そうだよね、ね、問題ったら大きいね。ただねやっぱり、うんうん、ねえ本当に優しいね。じいちゃんはあっちゃんはやっぱりなんか始まっちゃったなっていうそういう感じかな。ねえそうだね、うん、またそしたらなんか認識して眠くなってきちゃった。なんか撮影があると眠くなっちゃうね二人ともね。お腹いっぱいになったからね。そっか、ちょっとお腹いっぱいになった。問題って言ったら毛だね。毛だね。やっぱり犬飼ってる人たちだからね。そう、ね、毛が一番ちょっとね、多分皆さん犬を飼ってる犬か犬猫とかね、ペットの人は多分皆さん同じ悩みがある、ね、悩みが下にやっぱこのこういうことがそうだね、どうしてもね。まあ今回はちょっとこちらもダダー、これ猫と犬用のグルーミンググローブ、これもなんか抜け毛のこれをあーちゃんと犬に使いたいなと思います、はい。犬のつけたあっちゃん二人に、うん、このグローブでグルーミングしてみたいってことですね。はい、そうですね。ちょっとなんかわさわさ、うん、これはどうでしょう、これなんだろう、なんだろうね。ちょっとあっちゃんちょっと不審がってる、もしかしてなんかおかしい、ライオン G、 ライオン G、 ライオン C、 あ、ライオン C だ。待ってください、どこに O があるんですか。ライン C、 だってライオンって言ったから言ったからじゃないんだよ。それはライオンに見えますよね。ライオンに見えますから私はライオンって名前がと思っちゃったんだけどね。はい、ライオンの話で、ね、これをこの気持ちいいね。なんかこれ意外といいんだよな、うん、どうですか。手がそうなる感じですか。頭のご飯を使いやすさとかどうですか。あ、ちょっといいですね。なんか直接手でこうやったからやっぱりちょっとなんか手がいいな。あ、なんかコミュニケーションもなんかね。そう。おいいんじゃないのね。ちょっとあっちゃんが疑った顔してるけど、これはあっちゃんもやるんでしかみたいな顔してる。なんか眠そうな。なかなか良さそうだね。そうだね、ちょっといい顔してるね、りゅうちゃん。今はいい顔してます。おー、いいね。なんかちょっとあのいつもあのブラッシングの使ってるけど、うん、なんかこれは広いから、あ、より取れる感じですね。そう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 、はい、真ん中にリュウがいてくれれば結構、うん、もうやってってなってる。
困ってるのあっちゃんはまた。あっちゃんいつも困った顔してるからね、リュウ、うん。ほら、リュウは本当に優しいね。本当優しい。すごいね、リュウちゃん。お父さんもリュウちゃんみたいになれるように頑張りますよ。おしゃべりなっちゃったのか。いいだね、もっとやってって気持ちよさそうですね、うん、いいですね、ナスがママだ、よくわかんないで、これでいいのかはいはい、気持ちいいんじゃない、やっぱり出したよ、そうだね、やっぱり気持ちいいでしょ、あちゃん、よかったね、あちゃん、よいしょ、すごいね、ほんとだ、すごいね、ね、同じ、ね、同じ悩んでるものがあると思いますがまあ、コロコロの代わりに、代わりにこの、うん、この中にこう、もう新品じゃなくてね、ちょっともう使ってるから、うん、最近ね、うん、ここ数日間使ってきた感じだから、うん、ちょっと前もう使い込んだ感じがあるけど、要はね、こういう感じね、うん、あ、すごいすごい、あ、取れんだ、すごい、すごいね、これ多分みんなね、あ、そうね、これ自分の洋服もね、そう、このちょっとリュウ様がいるからあれだけど、このね、すごい状態を食べてますか、はい、うん、あ、結構、あ、おお、お、結構吸っておりますね、おお、すごいすごい、あ、これすごいね、ちょっと、うん、王様が多分いるからちょっとさ、いない間にね、うん、そうですね、ほら、これだいぶ取れるよ、あ、ほんとだ、あ、これいいですね、うん、これ実はどいてもらったらさらにいいんだけどさ、うん、これはね、こう溜まってるんじゃん、こうやって、こうしたら綺麗になる、あっこはこっちの側に使って、よし、もうチャンス、チャンス、これも遅いね、これ名前なんだっけ、この商品、パクパク、パクパクローラー、あ、パクパクローラー、パクパクローラーみたいな名前違うかな、なんかコロコロとか言っちゃってるけど、コロコロじゃないんだよね、商品違っちゃってるけど、うん、日本シールって書いてあるね、あ、うん、会社名かな、うん、そう、パクパク、パクローラーかな、うん、ね、いいよ、またこれ繰り返して、はい、ゴミを、こっち、このゴミは全部ここの中でまとめたのね、たらー、ほら、おお、すごい、入れる、うーん、と、あとこれ溜まってる時にも全部あの出してゴミ箱に、掃除機が嫌いなこの子たちにとって、あ、それも、これ、ね、ね、ちょっと軽くやるときはまたいいよね、そうだね、本当はこれ軽くの方はこう使ってもいいと思います、うちの子たちも結構ね、これなんかも、ちょっと掃除するんだね、そうだね、結構、うん、です、これ使いやすい、なんか、そうだね、ここ使いやすいね、コロコロ実はあの
テープっていうかな、はい、なんかあの紙のローラー破るのがちょっとめんどくさいじゃない、うんうん、そうですね、それも、ね、とめんどくさいよね。毎回もこのテープも買わなければなんないからね、あれね、うん、そう、エコロジーだね、うん、これね、そうですね、これエコですね、うん、あーちゃん、どう？あーちゃんはさ、どうせ難しい顔してるでしょ、うん、あーちゃん難しいでしょ、りゅうちゃんは、りゅうちゃんはどう、りゅうちゃんキリッと、りゅうちゃんはこれ、りゅうはね、高倉健って言われてんだよ、うん、先の手袋の方が好きです、そっか、まあ、用途が違うからね、うん、すね、もう高くなっちゃったけど、すごいよ、すごいね、これ、うん、使いやすい、うん、使いやすいですね、あと、なんかあのブラッシュの方は嫌がってる意味結構ね、これを、うん、これを使ったら多分いいと思う、使いやすかったね、うん、あんまりコミュニケーションとしても結構いいらしいよ、うん、商品レビューって言ったらちょっと言い過ぎだけど、うん、座り方がね、ちょっとね、あの可愛いって言われてんだけど、うん、どんな座り方かちょっと見せようかなと思います、うんうん、こんな座り方だったね、座り方、実はこんな座り方、うん、そうですね、なんかそう、ちょっとあっちゃん、ちょっと顔がちょっと終わったのかな、あっちゃん座り方こんなで、だけど実は今はあっちゃん調子いいよね、あっちゃん調子いいですね、ちょっと調子いいよね、うん、座り方はちょっとこんなだけど、そうだよね、でもあっちゃん調子いい、うん、それは龍のこの余裕の笑顔を見れば、うん、そうだね、実はあっちゃん調子がいいです、今日は、うん、そうですね、こんな座り方で、ちょっとあっちゃんどんな座り方してんのっていう人もいたんで、ね、そうですね、あっちゃんの座り方をゆっくり見てもらおうと思います、うん、どうですかあっちゃん、座り方を見せてます、寝てます、